こんばんは、平井博明です。レッスン最近やっていてですね、一番えって言われることが多いネタをやります。インパクトの力加減ですね、クラブのスピードだったりボールへの衝撃の強さっていうのが、僕の思った感じですとだいぶ足りてない方がやっぱ多いですね。で、それって動画だと伝わらないと思うんですよ。力感っていうのは音で力加減を表してみたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。9時3時のここの往復、どれぐらいの強さで平井は動いてるかっていう。これぐらい強いです。入ってるかな、音。これぐらい、これぐらい、結構きつい。そんなに振ってんの？振ってる。これを、フルスイングに入れるから、ここがつくから、多分あんまり速く感じないんだよね。ああ、そういうことか。うん。多分ね、こっからここのスピードはね、結構速いんだよね。だから、腕が、こっから、この辺、腕が9時3時ぐらいの時にどんぐらい強く振れるかって、こうやって、こういうふうにどんだけ強く振れるか。それだけで多分ボールへの強さ、衝撃が全然違う。そこがちょっとやっぱ弱いよね。今ぐらいでも振ってるってこと？めちゃくちゃ振ってる。めちゃくちゃ振ってるよね。あ、ヒュンヒュンって音ですね。ほぼフルスイングのスピードって多分一緒なんだよね。一緒だし、実際打つときは多分コースだったらもうちょっと強いんじゃないかな。やっぱりインパクトがね、すごい弱い。もうちょっと強くても全然いい。結構強めにインパクトを迎える意識っていうのは、もっと持っていいかもしれない。うん、結構でも満振り。満振りに近いけど、体満振るでしょ。あ、体まんぶっちゃいけないの、クラブをまんぶらなきゃいけない。ああ、そこと、うん、そこの違いだ。そう、今だって体使ってないじゃない。うんうんうん、うん、クラブだけ振ってるでしょ、うん、そうで、クラブを振るためにどこを使うかって今度なってくるじゃない、うん、そう、そしたらやっぱり腕なりリストなんだよね、うん、でリストって、うん、こっから、まあここでもいいんだけど、まあ分かりやすいようにこっから12時から3時に、手のグリップの位置を支点としてここ変えないで、こっから高速で3時の位置に持っていく動き、うん、こうやって、うん、フェース立てたままこうやって、うん、それがこの動きが正しい動きなの、こう、うーん、そう、こう。あ、じゃあその時腕すげえ使ってるんだ。めっちゃ使う。あ、そう、本当使う。だからね、俺多分400球とか打ったら、うん、ここがパンパンになるんだよ、前腕が。特に右の方がパンパンになる。そこを使うんだよね、こうやって。へえ、そんななん、そんなにこう。やばいから、そうなん、マウスピースしたいもん、食いしばるから。うん、それだけ強いんだよね。そっか、そのさ、ヒュンって音をさ、なるじゃん、ヒュンってなるじゃん、それさ、体使ってヒュンってさ、鳴らそうとしてもやっぱなんないのかな。なんない。まあドライバーだからなるけど、うん、これ今の音あるじゃない、同じでしょ。そうだね、うん、あれ。でね、最大効率って言ってるでしょ。言ってる言ってる。最大効率とか効率とか言ってるでしょ。言ってる。体使わないでクラブ動くのが一番効率がいいから。そうだね、それは証明してるからね。そう、前の動画でね。そう、だって自分休んでてクラブ仕事して飛んで、同じ距離飛んでくれるんだったら一番最大効率でしょ。そうだね。そう、だから最大効率で俺が多分疑問視してんだよね。うんうんって、な、最大効率って何ってなっちゃう。ああ、でもどうせ中は見てないんでしょ。見てない、から分かんないけど。そう、分かんないよ、手のこと言ってるかもしれないから。なるほどね。まあ、うん、それは分かんないけど、タイトルをパッと見て、うんうん、うんうんうんって思う動画はたまに見たりするけど、自分のスイングの中で考えたことのない単語がタイトルにあったら俺は見ないかもしれない。やってないことだから。ダイモンで撮った時に、うん、
っぱあんだけミート率がよくて飛んでるじゃない、うん、ヘッドスピードの割にっていうか、うん、マックスだから、うん、そのミート率がさ、うん、もうあれ以上飛ばないぐらい飛んでるじゃん、うん、それをなんかひろゆきとやっぱり効率がいいっていう表現をしたけど、うん、それとなんか最大効率はまた別の話なんですね。動画見てみないと分かんないけど、うん、多分別なんじゃないかな言ってることは、まあね、我々の言う効率はあの数値的に、ね、そう効率がいい、そうヘッドスピードに対して飛距離が、うん、バカみたいな飛距離が出てるから、そうだよね、うん、ミート率もそうだし、うんうん、で高さも出てるし、だそういうことのそう効率がいいって結果として効率が良かっただけで、うん、効率良くしようとはそれはしてないんだよね。してない、自然とクラブが動けばなることだっていうふうに認識してるから、うんうん、効率運転っていうかあれか、そうだよね、クラブが動かないとダメなんだ、ダメ、何よりもね、うんうん、そうだから自分が動かないで最小限のエネルギーで最大の飛距離を出すから効率がいいっていう、うん、うん、そうだね、そういう効率の、そう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 、ワンナップゴルフが言ってるのはね、そうだね、うん、だからそのインパクトのスピード感とか強さとか、うん、そういうのがね足りてるなって思う方は多分片手で収まるんじゃないかな、今まで見てきた中で。それ以上強くもう打てないじゃん、だって打てない打てない、だから平井飛ばしてみろって言われても飛ばない、それ以上、あの常に満振りだから、あの常識の範囲内ですか、バランスが取れてる中の最大のスピードで動いてるから、うん、そういうことね、そう、でもそれ以上飛ばせないんだ、飛ばせないね、どうやったってもうマックスなのね常に、うん、無理だな本当にそうだと思う、だってあれより早く振らなきゃいけない、うん、そう、どんな形してもいいよって言っても無理、多分あれが一番いい形だから振れる、だから相当辛いよ、だから20球ドライバー1日の練習で打ったら、うん、結構打ったうちに入るからね、そうだよね、うん、20球も打たないでしょ、打たない、10だいたい10ぐらい、10から15ぐらいでいつも終わりだ、 100m ダッシュを10本ぐらいしか走れないのと、そうだね、それぐらいかもしれない、そうだよね、そんな、まあ、10本も走れないけど、結構だからスピード感とか力感っていうのはすごい強い、例えばその10回しか振れないぐらいの感じで振ってんだ、そうコースだとさ、ドライバー打ってから次のドライバーまでインターバルがあるじゃん、休むからね、そうアイアン打ったりとか、うん、パターやったりとかだからいけるけど、練習場はさ連続じゃん、セットし直すだけで、うん、あんな無理だよね、アイアンもそうなの、そのインパクトの強さっていうのは、強い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 、アイアンも一緒、アイアンもね、うん、これぐらい、そんな早く振ってる？はここだけ切り取ったらね、うん、ああそうかも、うん、なんかそこだけ見るとさ、なんかめちゃくちゃ早く感じるよね、フィニッシュ余裕でゆっくり取るよ、うん、ああ本当だ、全然見えないでしょ、本当だ、いつも、うん、いつものに見えるでしょ、ここはめちゃくちゃ速いから、多分音は一緒だと思うんだよね、動画でアドレスからフィニッシュまでをバーって見ちゃうと、うん、あ全然振ってないなって、あ動画だとそう見えるかもな、うん、だから同じ距離こっからここで打つじゃん、インパクトの力が一緒だったら距離が変わんないから、うーん、だから結局こっからここで同じ距離打ったら、うん、ここはそのスピードだよってことじゃない、うん、あのスピードに耐えられるクラブにしなきゃいけないってことは、うん、クラブを支えてる手はある程度やっぱしっかりになってくるじゃない、もちろんこう最初からギューっていう感じじゃないけど、うん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 、でもインパクト周辺ではやっぱ強くするから、あれだね、前腕筋トレした方がいいね、いや絶対した方がいい、だからこうやってやった方がいい、こうやって、あそうなんだ、うん、そこの、あ手首なんだ、あ左手リードなんか特にここだからね、あそうなの、ここが強くなかったら左手リードなんかできないから絶対、ここでバンってやるから、ここだ、そうだからこうやって構えるじゃない、うんうん、こうやってやった時にここにこうやってエクボができなきゃダメだから、うんうんうん、俺多分もやしの次に太いぐらいだけど、うん、でもここ硬いでしょ、うん、あ本当だすごい、そうさすが左手リードしてるだけある、あの制御するから ね止めとかなきゃいけないから、この動きを、うん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 、加えてあげなきゃいけない、それに関連することで手首の動きっていうのは、うん、さっきも言ったけどこっからヘッドがこうやって前に、うん、
もう向きなんてそのまんまの向きを意識するとかも関係なく、うん、ヘッドを前に出したらその動きになるのね、こうやって、うんうん、この動きだからね。そうすると、うん、こうやって左肘も巻いてきて、うん、フォローで左手の甲が斜め左後ろ向くようになってくる、うん、そうなってくるとアイアンがコントロールできるようになる。それを全力でここでこうやってやってるから、うん、こうやって、うん、まあこれをやればダフんないしね。ああ走るからね。そう、ヘッドが出てるから。これはすごく大事なこと。あれ、なんかそれで振り遅れ解消できる気がしてきた。そしたら、そう、できる、できる。人出すんだから、うん、振り遅れなくなる。いいじゃん。そうで、振り遅れって前腕が一人歩きするわけでもこうやってヘッド出そうとしたら前腕って止まるからね、うん、そしたらヘッドが出始めるから、うん、こういうふうに、ああ、うん、そう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 、あれで左行くことは絶対ないから。そっか、やりすぎて、うん、だからこう やるだけ、できるだけやった方がいい。こうやってこの向き、はい、うん、高くなることもないし弱くなることもないし左行くこともない、うん、絶対に。あれでそういう球が出るんだったら絶対こうやってるから。あ、そうなんだ。そう、これはねゴルフあるあるで、うん、アプローチ、グリーン周りのアプローチで今までピッチングとかアプローチ持ってた人が58度とか60度とか持つと、うん、あの今まで持ってたやつよりロフトがあるから上がるじゃない、うん、なのに上げに行くから。なんで？いや、俺もそれはその心理は分かんないのみんなそうなの、勝手に上がるのに。そう、なお上げに行くのね。そう、それと同じことになるから。こうやってやったら、うん、球が上がって楽に飛んで、うん、ボールをクリーンヒットできるのに、うん、なおかつ上げに行くから、こうやってこうやってやると。あ、だから体の使い方が合ってるかどうかっていうのも大事だし、ちゃんと軸がキープできてるかどうか、うん、そういうのも関係してくるから。みんなやってると思うけどね、こうやってやってんのかな。やってると思うよ。あの プロなんかの連続写真とか見ると。ああ、うん、そうそう。でも本当にこうやってやるから、こうやってこうやって、ナイスショットとミスショット2つしか絶対ないから、うん、ナイスショットを打つにはどうやったらいいかっていうのを本当に最優先で考えるだけでゴルフって本当優しくなるからね、うん、その考え方をちょっと今難しくて悩んでるものをやってるんだったら考え直してもいいかもしれない、ね、うん、音で伝わったかどうか分かんないんですけども、インパクトの強さの力感っていうのがちょっと動画だと伝わりづらいので、今回は音でですねちょっと動画を撮っていきました。実際レッスンに来ていただいた方なんかは自分がこうもうちょっと強くもうちょっと早くとかって言えるんですけども、なかなか動画だと難しいので、こういうお伝えの仕方になりました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。